どうも、こんにちは。愛は勝つが大ヒットした歌手の菅さんが死去したことが17日に発覚しました。61歳でした。葬儀はすでに親族とごく近しい人たちで済ませているそうです。死因は明らかにされていませんが、今年3月に日本では数十例ほどしか症例がないメッケル憩室癌を公表し闘病していたそうです。菅さんが戦っていたメッケル憩室癌についてや、ご結婚されているのに子供がいないわけなど、菅さんの経歴も交えてまとめてきました。最後までご視聴お願いいたします。菅さんは今年3月18日にメッケル憩室癌と診断されたと公表していました。5月24日には公式ツイッターを更新し、6週間の入院を経て退院したことを報告していました。日本では数十例ほどしか症例がない。このメッケル憩室癌とは、小腸の壁の一部が袋状になって外側に突き出たものであり、消化管に関連した形態の異常としては最も頻度の高いものであります。2% 前後の人が持っているとも言われています。その多くは無症状だが、約 20% の人に症状が発生し、腹痛や出血を引き起こすそうです。また、出血以外に腸閉塞、メッケル憩室炎、穿孔といった形で発症することがあり、これらの場合は嘔吐や腹痛、発熱などの症状が現れます。初診の段階で診断することは容易ではないが、メッケル憩室を疑うべき臨床経過があります。乳児で腸重積を認めることは多いですが、多くの場合は1回の発症のみであり、一方メッケル憩室でも腸重積を引き起こすことがあります。典型的な腸重積と異なり、発症年齢が高く繰り返すことがあります。こうした非典型的な腸重積を見た時にはメッケル憩室を疑う必要があり、その他虫垂炎と似たような症状を表すこともあるそうです。治療は手術が基本で、時に周辺の小腸にも影響が見られることもあるため、周辺組織に対しての手術介入を行うことがあるそうです。炎症や出血による影響がメッケル憩室のみに限るようであれば、切除、小腸にも影響が起きている時には腸管切除、吻合術が必要になることもあります。メッケル憩室を持つ人が何らかの合併症を発症する障害リスクは約 4、6%、 15、30% の人で胃腸出血、腹膜炎、腸閉塞が発生する可能性があります。すべての合併症の 6.4% のみが外科的治療を必要とし、未治療のメッケル憩室の死亡率は 2.5、15% とされています。このようにメッケル憩室癌はとても珍しいものであります。そんな菅さんは幼い頃からオルガン、ピアノを習っていました。中学生の時にビートルズにハマり、そして高校生の時にはビリー・ジョエルの 52nd Street というアルバムを友達から借りて敬愛するようになったようです。大学生の時、高校時代の先輩のバンドアネットに加わった菅さんは、1984年にヤマハイーストウエスト84優秀賞を受賞するなど頭角を現してきました。1987年にデビューしていますが、その1年前に大林信彦監督の映画で音楽を担当しています。デビューする前にサウンドトラックを担当するとは、将来大物になる伏線が張られていたように感じられますね。菅さんのメジャーデビュー作はテレビの中にで、同じ日にシングルとアルバムが同タイトルで発売されました。転機が訪れたのは、何といっても2023年でも歌い継がれる名曲、愛は勝つですね。1991年にフジテレビ系バラエティ番組くにちゃんの山田かつてないテレビのエンディングテーマ曲に採用されたことで大ブレイクを起こします。1990年代は CD が売れに売れた頃で、愛は勝つも波に乗って何と200万枚以上のセールスを記録したのです。ピアノをいとも簡単に弾きながら熱唱していた若い頃の菅さんが脳裏に焼き付いている人も多いのではないでしょうか。爽やかな好青年というイメージで、楽器もできて非常にかっこよかったです。年末には最も権威のある日本レコード大賞を受賞し、 NHK 紅白歌合戦にも出演するなど大活躍の年となりました。その他にも山田かつてないウインクに作曲提供したさよならだけどさよならじゃないもヒットし、
卒業ソングの定番曲ともなりました。同年第29回ゴールデンアロー賞音楽賞も受賞しました。今井美樹さんには雨にキッスの花束を、新しい街で楽曲提供するなどしました。そんな順風満帆な菅さんはバイオリニストの早稲田桜子さんと結婚しています。結婚した時期、馴れ初めなどは分かっていませんが、菅さんのようにセンスあふれる曲を作る人にはそれと同等かそれ以上の芸術的センスを求めがちではないかと思います。その点においてバイオリニストのお嫁さんなんて菅さんには理想的だったでしょう。菅さんと早稲田桜子さんの間にまだ子供はいらっしゃらないようです。いろんな記事を比べて菅さんが結婚された時期を推測したところ、菅さんは2000年頃結婚されたようです。それから現在まで23年の月日が経っていますが、その間子宝に恵まれたかもしれませんし、お二人の意向で子供は作らなかったかもしれません。2010年に早稲田桜子さんはブログで渓流、新興流産をしたことを書いています。その後それがどう動いたのかは分かりません。ただ流産という辛い過去を背負って積極的に子供を持つことを望んだのか、それとも子供のいない世界を選んだのか、それは菅さんと早稲田桜子さんのベストなライフスタイルを選んでいるようです。菅さんは2023年現在、病気で療養しながらラジオの仕事を続けていました。あまりにも体調が悪い時や入院中は代役を立てて、できそうかなという時は自宅からリモートでラジオ番組に参加していました。札幌のラジオ番組菅のロックボンソワでは2023年7月29日の放送分を東京から届けたそうです。インターネットの普及と新型コロナウイルスによるリモート環境の向上で、出社せずとも仕事ができるようになり便利になりました。2022年秋に腹痛がひどくなった菅さんは、さほど大きくない病院にてポリープ3つを除去。ポリープは良性だったのにまだ痛みが続いたので、大病院で検査を受けることにし、腹腔鏡手術で腫瘍を取ったところ、メッケル憩室癌と診断されたそうです。その時菅さんは、皆様に楽観していただけることがきっと大きなエネルギーになる、そんな気がしています、と公式サイトにメッセージを書いています。暗くならずに明るい雰囲気で見守ってほしかったのでしょう。しかしその半年後の昨日、菅さんの訃報が届いてしまいました。菅さんが残した数々の名曲たちは我々の心の中に残っています。それらはいつまでも歌い継がれていくでしょう。ご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。